間でございます。このコーナーでは気になるゲストを迎えしていろいろお話を聞いていきます。さあ、本日のゲストはですね、 NITF 卒業制作発表会演出メンバーからチャッコさん、そしてユーキャンさんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。さあ、あの NITF ということで、はい、ね、国際トータルファッション専門学校ですよね、はい、ということは日頃じゃあこうファッションとか、まあそういうちょっとおしゃれにかなり敏感なお二人ってことでいいのかな。そうしますか。で、チャックさんに関してはすっぴんってことですかね。言わなくていいんだこれ新しいおしゃれなのかなと思ってからね。逆にでも自然体で僕はいいと思うんですけど、寝坊のせいです。寝坊なんだ。そうかそうか。学校では今どういうことを学んできたのかな。今はもうほとんど、うん、もう卒業制作、一色ですね。卒業制作一色、はい、ね、あのいろいろその NITF にもいろいろな科があると思うんだけど、はい、どんなものがあるの。私とチャッコちゃんはスタイリスト科です、うん、スタイリスト科、はい、あとはデザイン科と、うん、クリエイティブ科、プロデュース科、うん、ビジネス科とあります。おー、はい、まあ、いろいろそのファッションから派生するいろいろな科があるわけですね。 そうですね、はい、そのスタイリスト科に2人はいると、はい、ということで、まあ、いわゆるスタイリストさんって呼ばれる、まあ、そうですね、まあ、そうですね、ね、うん、例えばそのモデルに合った服をチョイスするっていう仕事なんですか。そんな感じですね。あと組み直したり見て変だと思ったら自分のセンスで、あ、やっぱりその人間の体つき、顔つきとかで似合う服とか色とかってあるのかな。 ありますね。ちなみに僕は何色が似合うと思いますか。え、いきなりすいません。今着てる、うん、その黄色い感じの、うんうんうん、何、からし色、からし色、あ、青とかいけそうですね。青、あんまり着たことねえな。ちょっと挑戦してみよう。どうぞ。本当に思ってんのかな。まあ、で、いやでもなんかすごい説得力がやっぱりあるね。本当ですか。で、まあ今日はね、その卒業制作発表会演出メンバーとして、出演してもらってるので、はい、まあ、その卒業制作に関して聞いていこうと思いますし、今その卒業制作でもう一色ですなんて言ってたから、はい、すごい準備の最中だと思うんだけど、はい、どんなことやってんのかな、その卒業制作準備って。準備ですか。まず、うん、まあ、ちゃんこちゃんとスタイリスト科なので、うん、自分たちの作品というかショーに出すものの、うん、まあ、スタイリング作りをやって、うんうん、あとは今演出のスタッフなんで、うんうんうん、音響だったり映像だったりウォーキングだったりを考えます、考えてますね。じゃあもう全部なんかトータル的なこと考えてるんですよね。そうですね。なんか準備っていうかもうプロデューサー的な全体を見て、はい、ってことは今言った通りなんかショーがあるってことはなんかファッションショーとかってことですか。そうですね。なるほど。これが NITF 卒業制作発表会ファッションショーってことなんですね。はい、これいつあるんですか。はい、私2月11日土曜日です。あ、今週の土曜日と、はい、ということでもう間もなくいいんですか。こんな生放送で出てる暇あるのかなっていうところで。やばいですね。かなり追い込まれてますね。はい、ファッションショーどんな内容なんですか。そうですね、テーマ、テーマ、今年はテーマがバリュースカラーっていうので、うん、まあ、お訳すると十人十色なんですけど、うんうんうん、まあ、それぞれの個性というサブタイトルがあって、うん、各学科一人一人個性を生かしたショーになってます。なるほど、はい、各学科ってことは 1,2,3,4,5 学科。そうですね。の、はい、その5が5つの学科がこう個性を出してファッションショーを、はい、そうですね、繰り広げていくって感じなんですか。それぞれ、はい、大体何分ぐらいの。50分です。まとめると50分ぐらい。じゃあ結構というかかなりこう大掛かりな、はいはい、ファッションショーですね。まあそのテーマが十人十色ということで、はい、どんなそのプログラムなんでしょうかね。まあ、各学科のショーがそれぞれあって、うん、まあ、
コンペ作品っていうのがあって、うんうん、入選した作品も出るんですけど、うん、まあ、それぞれいろいろシーンが全部異なるのでかなり楽しんでいただけるかとは思いますね。そっかそっか、まさに十人十色っていうところでね、はい、見どころっていうところどんなところなのかな。見どころは、うん、今までなかったんですけど、うんうんうん、もうファッションとはまた違うダンスの、うんうんうん、はい、ショーケースがありまして、へ、私たちの学校のサークル GGL っていう、ちゃんと言うとギリギリのラインっていう略して GGL、はいはい、ギリギリのラインの女性ダンサーたちが、そうですね、でちゃんと衣装も、うん、あのファッションの学校なんで自分たちで作って、なるほどね、そうかそうか、そういう、はい、そういうちょっとブレイクを挟みながら、はいはい、ファッションショーが行われると、はい、ということで、全部だってそのファッションショーで使われる服はもちろんのこと、そうですね、ヘアメイクとかも、そうですね、全部 NITF の生徒たちが行ってるってことなんですよね、はい、うん、あとなんかこうプロモデルも今回は来ます、起用するということで、はい、外人さん3人来ます。お、なるほど、そこら辺はギリギリなラインではないんでしょうかね。見れるかもしれない何が見れるかわかんないですけどまあね、十二十色ということで、はい、全てまとめていこうかなと思いますけれどもね、はい、二人はどういうふうに携わってるのかな、今回その当日は。当日は、モデルの急出しやら全部仕切ります、ショー全体動かします。私は統括さんです。ユーキャンは統括ユーキャンと、はい、統括ユーキャン、統括みたい、統括みたい、統括の、はい、ユーキャンね、ちゃこさんは、私は映像と音響のリーダー、うん、へえ、はい、なんかもうファッションっていう枠を超えてそういう機材もいじっちゃうぞとそんな、そんなですね、すごいね。いや、これは本当にその全て、ね、生徒がやってるっていうので、はい、またそういうところも見どころかなと思いますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、はい、そんな NITF ファッションショーが2月の11日今週土曜日行われますけれども、場所どこで行われますか。新潟市民プラザで NEXT21 の6階です。はい、時間は何時からでしょうか。時間は、1回目が1時から1時50分、うん、で、2回目が3時半から6時20分です。はい、で、オープンが、オープンがそのスタートの前1時間前からオープンされているんで、うんうんうん、ぜひぜひ皆さん早めに来てね、はい、早めに場所を取っちゃってください、はいはい、これどなたでも参加できるってことなんでしょうかね。大丈夫です、はい、入場無料、うん、無料です。ありがとうございます、はいはい、まあね、これでどんどん皆さん おしゃれに敏感になってね、はい、ねえ、絶対刺激を受けると思います。お、さすが統括ユーキャン、はい、ねえ、はい、刺激的なファッションショーと刺激的ですね、というわけなので、はい、詳しくはあの NITF で検索すると、そうですね、学校のホームページ出てきますんでね、はい、はいはい、今回のそのファッションショーの内容とかもチェックできるようになってますので、はい、皆さんアクセスしてみてください、はい、お願いします。最後になりますけれども、2人からじゃあ、まあ当日、まあ、あと残すところ3日というところで、はい、意気込みいただきたいと思いますけども、はい、先にじゃあちゃこさんいきますか。はい、今までもこの卒業制作発表会あったんですけれど、今回はテーマがバリュースカラーっていうのもあるし、今までと違うエンターテインメントな感じになっているんで、その何て言うんだろう、見ている人も楽しいし、やっているこっちも楽しい、そんなファッションショーになるんで、もう来ないと損です。ぜひ来てください。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後統括ユーキャンお願いします。はい、もう今すごいいっぱいいっぱいなんですけど、もうめっちゃ頑張ってるんで、もうこの学生が学生でもここまでできるんだぞっていうクオリティですし、うん、もう本当絶対楽しいので、ぜひもういろんな人誘って来てください。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。2月の11日です。NITF 卒業制作発表会ファッションショー。ぜひ皆さん足を運んでみてください。待ってます。待ってます。お願いします。今日お忙しいとこありがとうございました。ありがとうございました。楽しいこれ。とんかつ。